町の結の場というところを支援という形で理工ジャパンも応援するということで、今までも東北の物産展を開催したりですとか非常に盛況に終わっておりまして、で今回はそのただの物産展ではなくて、そこにマーケティングというか今後本当に東北の商品を売っていくにあたっての情報を集めるという目的もありますので、本当の意味でのこの企業さんの復興支援というところで応援したいのと、あと社員の皆さんにもやはり2年半経ちましたけれども、これからもずっとやっぱり継続して忘れないということをしっかりメッセージとして伝えていきたいというふうに思っています。食感の違うわかめなどなど商品が出てきておりますので、今のうちにご購入ください。500円の顔のお値段に無茶苦茶と明太子は売り切れちゃいました。東北まで足を運ばなくても何らかの形で支援したいっていうふうに思っている社員の方がたくさんいるんだなっていうことをそこで改めて認識いたしました。もう牡蠣をもらってですね、ということでちょっと逆に本当にボランティアになってきてですね、そういったものをいろいろもらって申し訳ないと思ったんですけれども、まあそういういい思いをしました。実際やっぱり行ってみたらやっぱり良かったということでよろしいですね。そうですね。で理工ジャパンとしてはやはり全国つつ裏裏に営業所営業マンがおりまして、これだけのネットワークを持っている販売会社というのはやっぱり日本でも随一と思っておりますので、やっぱりそういったメリットを生かしながらたくさんの人にやっぱり東北のことを知ってもらって足を運んでもらうっていうことをこれからも継続してやめないということで続けていきたいというふうに思っております。